聞いてて思った人もいるか、多いと思うんですけれども、ちょっとこの、ネットワーキングの解析方法、アノテーション方法っていうのは、どちらかというとアカデミア寄りだと思います。要するにやっぱりサイエンティフィックにどう利活用して、要するに例えば新規天然物の構造決定とか、まあ、構造推定とか、まあ、に、こう切り込んでいくかっていうのもワンオブゼムのツールとしてこう活躍する場面が多いのかなとは思います、結局的に。で最後、まあ、早川さんも左下にマニュアル、インスピレーションとかキュレーションというものが重要であるっていうふうなことでしたけれども、まあせっかくですので今回そういうふうなことが、私自身今回の講習会において、まあぶっちゃけ2、3時間で準備したものですけれども、まあ、新しい質構造って語弊があるの。今まで MS ダイヤルの枠組みでアノテーションされていなかった資質群っていうのを、このモレキュラースペクトラムネットワーキングでどうやって行うかっていうことを、簡単に紹介させていただければと思います。で、使うデータなんですけれども、今回せっかくなので、多田くんの方で、紹介していただいた、このスオス MS の前半の方ですね。前半の方のデータを、まあちょっと、まあ、多田くんは結構もう説明してくれたので、こうフォローアップするつもりでいろいろやってたんですけれども、あんまり必要がなかったみたいで、やらせていただきます。ただ、ちょっと、多田くんの言う通りに、そのままフォローアップしていただけると、例えば次のスライドにですね、まあ、ここの、ID 何番目にフォーカスしてくださいとか、この保持時間、このエボーバージにフォーカスしてくださいって、こう、結構正確に書いてあるんですけど、もしかしたらこの通りになってないかもしれないので、ちょっとまあその辺は一緒に探しながらやらせていただければと思います。で、ちょっとだけやらせていただきますけれども、MS ダイヤルを閉じてしまっている人。で、まあ例えば解析を途中で終わりたいなということで、まあ終わらせてしまった人っていうものは、まあ、ここ MS ダイヤルを開いていただいた後に、オープンプロジェクト。まあ、これはリマインドになりますけれども、オープンプロジェクトから解析済みのファイルを .mtd2 っていうふうに拡張子になっています。で、それをオープンしていただくと、まあ、昨日の続きからとかいうような形で、解析をもう一度再開することができます。で、リマインドになりますけれども、まあ、ちょっと後ろから見ていると、このピークスポットビューアーっていうものは、各サンプル、それぞれの生データっていうものを見る方に使われると。で、一方で、このアライメントスポットビューアーっていうものは、これら読み込んだデータを統合した結果を解析するために使われるビューアーで、まずこの左下のアライメントナビゲーターの、結果をダブルクリックして、そのデータ統合後の結果を見ていただければと思います。で、まあ、Tips も兼ねて、まあ、MSMS ネットワークの解析をやっていきたいと思うんですけれども、ちなみに一応補足で言うと、一応その MS ダイヤルそれ自体は、さっきそれこそ早川さんがこう説明してくれたローデータ読み込んで MS ダイヤルもしくは MGMind で解析して GNPS に行って、なんかサイトスケープに行ってとかいうようなことを全部一応できます。それぞれ一通りに。まあ、ただ、マニアックな、本当にマニアックなことをどん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 やっていきたいって言ったら、やっぱりそれに特化したプログラムっていうものに行っていただくことに越したことはないんですけれども、まあ、ある程度はここで、すべて完結して終えることができると。で、ここでですね、次の3枚目の今スライドを見ているんですけれども、アライメントリザルトの結果を開いた後に、保持時間3.85分ぐらいで、M over G で言うと794.5ぐらいのピークを見つけてください。で、多田くんと同じ、パラメーターでさらに全部ファイルを読み込んでいたら、ここに636って書いてあるんですけれども、単純にこの一番下にある、ここですね、リージョンフォーカスドバイ ID っていうようなやつで、すみません、忘れた。636をタイプしてあげて、
エンターを押してあげると、そこに飛びます。で、こうなってるはずなのですが、もし、こう探せなかった、もう636で飛べないって、保持時間で言うと 3.8 分くらい。で、M over GT で 791.49 ほにゃらら。で、MSMS の形としては、だいたいこういう形になってる、こう。ですね。プロダクトイオンとしては大きく、249と277のプロダクトイオンが見えてたら、まあ、まあ、それでいいかなと思います。正確に、パラメータ違うように解析してしまうと、正確に同じようなプロダクトイオンになっていない人もいるかと思うんですけれども、大体これだったらいいかなと思います。はい。まだ見つけられない方は、挙手をいただければと。1、2、3。以外に。だいぶ多いですね。先ほど多田くんの説明にもありましたけれども、スクロールとか、せっかくなので練習していただければと思うんですけれども、マウスホイールを使っている方は、そのホイールを、これ、クリクリってこう回していただけると、まあ、ズームイン、ズームアウトになりますし、このパネルの外のこの保持時間のところで、だいたいこの軸の上で、マウスホイールを動かしてあげると、左右に動きますし、一方で M over G のところでホイールをカラカラってやっていただくと、上下に動きます。で、マウスを持ってきていない方、僕今はマウスを持ってなくて操作をしているんですけれども、基本的にダブルフィンガーです。こういうふうにピーピーってやると、ズームイン、ズームアウトになります。ので、あと1分待ってみましょうか。あと1分以内に、ウォーリーを探したではないですが。もう完全にない人、ちなみにですね、見ていただいたらわかるように、クラミノモナスに多い脂質になっておりましてですね、これはまあ藻類の一種なんですけど、これをインポートしていなければ、ちょっと無理ゲーかもしれません。その方は、まあ、別のスポットでも遊んでいただければと思うのですが、だいたい他のやつで、まあ実際にどうなのかなって、これはもう今日の僕のレクチャーを進めやすくするためにこれで選んだだけなので、別に何でもいいです、実際には。はい。じゃあ、ちょっとずつ進んでいきたいと思います。ですね、まず、モレキュラースペクトルネットワーキングを一番簡易的に使おうと思ったら、ここで、このボタンがあると思うんですけれども、これを、まあ、押していただいても構いません。で、今からやることは、今これ、アンノーンって書いてますよね。これ、未知なんです。で、この未知の MSMS スペクトルと類似した MSMS を集めてみましょうっていうことをしてみたいと思います。で、もうデフォルトでそのままランを押してください。ちょっと僕もやってみますね。この右のパネルの、まあちょっとネットワークっぽいやつをクリックしていただいて、そのままランを押します。で、すると、このような形で、三つ出てくると思うんですよね。で、まず第一に、もしかしたら、Firefox を立ち上げの時の規定のブラウザーにしていない場合で、さらに、ちょっと最近分かったんですけど、MS ダイエルってこのモレキュラースペクトルネットワーキングを一番最初に立ち上げた時に落ちる PC があるんです。で、これは何とかしないといけないと思うんですけど、落ちてしまったらもう一度やったら いけるので、最初からちょっともう一回 MS ダイヤルオープンプロジェクトで立ち上げて、このスポットを見つけて、ここまでたどり着いてみてください。で、ちょっとまあ、フォローアップは後でします。できていること前提で、ちょっとだけできてない人は前を見ておいてください。で、今、この636っていうものをクリックさせていただきました。で、この636っていうものがまさに先ほど、アンノーンだったものになります。で、
そのアンノンのマススペクトルに対して似たような人集まれっていうような形で集めてきたのが、集められたのがこの2つの、ピーク情報になります。で、シミュラリティとしては、これはボナンザ、先ほどのちょっと講義で覚えている方は、そのボナンザのスコアで0.93、まあこれは1に近ければ近いほど似ているよって、0.918、まあこれはだから90%ぐらいのシミュラリティなんだよねっていうことで、そういう見方ができるのですが、まあ例えば644をクリックしてあげると、これは MGDG っていうようなモノガラクトシル、ジアシル、グリセロールという脂質クラスになります。で、リピドミックスプロジェクトの場合、脂質クラスがそのまま色で反映されているので、まあこれは青なので、まあ見慣れていたらこれも MGDG 由来です。ということはですね、この黒のスポットっていうものは未知の化合物、現段階ではそうだったんですけれども、おそらく MGDG の脂質クラスに属するんじゃないか、いや、例えば同じようなアシル基っていうものを持ってるんじゃないかっていうような推測が立つっていうことになります。で、これはまあ MS ダイエの Tips として、紹介させていただきたいんですけれども、これ実はですね、もうこれが何なのかっていうのは、虫眼鏡マークを押したら出てきます。これそのまま、先ほど多田くんも説明していただいていた虫眼鏡マークを押すと、実はこれ一番トップに来る MGDG の16の3、18の3っていうような、まあ中鎖長のプーファですね、を持った脂質のリファレンスの MSMS スペクトルと完全に一致します。で、これどうしてこれ一致しなかったかって、じゃあなんでこれをそもそもアノテーションデフォルトでされてないのっていう話なんですけれども、これちょっと左にこのままマウスカーソルをこうも見つけてあげると、ほぼほぼ同じ保持時間に、ほぼほぼ同じ MOVERG で、すでにこの脂質が MGDG16 の3、18の3ってアノテートされてるんですね。で、実はですね、今回皆さんに解析していただいたパラメーターのセッティングっていうものが、まあちょっとまあアイデンティフィケーションのところを見て、このアドバンスドのこうところを開いていただくと、この一番下にオンリーレポーター・トップ・ヒットっていうふうにところにチェックが入ってるんですね。で、これって何かと言いますと、その2つ同じ、アノテーションがついた場合、まあ保持時間のシミュラリティとか MOVERG、MSMS のシミュラリティ全部のトータルスコアが高い方だけが残されて、そうじゃない方はもうアンノーンに切り替わっちゃうっていうようなオプションになってます。で、いろいろな理由があるんですけど、例えばこれってガスクロマトグラフィーの、GCMS のメタボロミクスに結構重宝されていて、グルコースとかガルクトースってすごい保持時間もすごい類似してるし、マススペクトルもすごい類似するんですけれども、それが両方とも、まあ、グルコースになってしまうっていうものがすごい多かったりもするんですね、その保持時間とマススペクトルのシミュラリティだと。でも、もうそういう本当に近い方だけでトップヒットだけで出してっていうことで、まあそういうのを解決するために、このような、オプションっていうものをつけさせていただいたし、まあ実際にこれをつけることで、なんか異性体2つ同じ名前になったけどっていうようなことを、まあ考えなくていいっていうことで、こう解釈しやすくするために、まあ使う人もいます。ただ、まあ例えば脂質をやってる人からすると、まあこの保持時間ですね、この2つのピーク、まあ左側がこれになりますね。これになっていて、右側がおそらくこれになっているんですけれども、さまざまな異性体のバラエティ、例えば、専門的に言うと SN1、SN2 とか言ったりするんですけれども、16の3、18の3がアシル基が違うところについている子かもしれないし、二重結合の位置が違う子かもしれないっていうことで、これはやっぱりちゃんと見つけたいっていう人は、MS ダイヤルのアドバンス、先ほどのアイデンティフィケーションのアドバンスのところで、ここのチェックを外してから解析を始めていただければ、まあこういうことにはならないっていうようなことを、まあ Tips としてついでに説明したいがために、こういうふうな運びになりました。で、ちなみにですね、この Firefox とか、まあ Google Chrome のこのブラウザーが立ち上がらなかった人ってどれだけいますか？あれ？
みんな立ち上がりましたか？あ、それは良かったです。まあ、サポートもありがとうございます。で、ちなみにですね、これをもし MS ファインダーで解析したい、こういうことに気づかなかった場合ですね、この、これなんぞねってなったときに、まあ、今回はもう MGDG って分かってるわけなんですけれども、まあ、で、さらに、こういうふうに tips 的に虫眼鏡マークを押しても何も出てこなかった場合に、じゃあ MS ファインダーで解析してみましょうっていうことを、まあ、僕、ちょっと今初めて立ち上げるので、パスがありませんって最初は出てきます。で、これもリマインドになりますが、ですね、まあ、最初の1回だけ MS ファインダーのこの exe ファイルのところにパスを通す、まあ、環境変数を通すとか、まあ、知ってる人なら言葉的にはわかると思うのですが、まあ、ちゃんと exe の場所を指定してあげて、やってあげると、立ち上がって、で、ちょっとだけ MS ファインダーの練習的に、まあ、これは去年講習会でやったことなので、今更っていうような感じなんですけれども、まあ、去年いなかった人が大半を占めていますので、せっかくなので紹介させていただきます。ちょっと待ってくださいね。はい。もう使い方はですね、簡単です。ただ、もうこれは知ってるからなんですけれども、MS ファインダーとかそういう構造推定ツールで、意外に一番重要なのっていうものは、アダクトタイプの決定なんです。これ、デフォルト、M-H で、来てるんですけれども、もうこれ、答えを言うと、これは偽算アダクトなんです、このピークは。で、まず、ちょっと機械的に偽算アダクトにしてください。ですね、これです。M プラス FA マイナス H っていうふうに、のものをですね、ここ、もう一回やりますよ。ここのプリカーサータイプの、まあ、メタデータが直接飛んでくる、MS ダイヤルから判定された、まあ、残念なことに、MS ダイヤル君が間違えた、アダクトタイプですけれども、それを M プラス FA マイナス H に変えてください。で、ちなみにこれが偽算アダクトであるかどうかは、実は、まあ、僕が酢酸アダクトばっかりやってる人間なので、偽算アダクトについて完全に無頓着で申し訳ないんですけれども、これが偽算アダクトだったら、酢酸アダクトだったら、これ MS ダイヤル君ちゃんと判定するんですけれども、これ MSMS スペクトルのプリカーサーイオンからのこの一番最初に46ですね。46のニュートラルロスが見えるんですけれども、この46のニュートラルロスがあったら、なんか、マス慣れてる人は、あ、これ偽算アダクトのピークなのねっていうことがさっとわかるようになります。で、ちょっとそれは今回の対象外ですので、ちょっと今回は何も言いませんが、まあそういう形で、まあ偽算アダクトなんだなって思いましょう。で、まあ、ここまでできていれば、ダブルクリックを押していただき、すると、まあ、組成式の候補っていうものが上から順番に何個か並びます。で、もうこれは正解は一番トップのものなんですけれども、ちょっとトップ以外は、構造推定、まあ、まずは組成式の推定をしてから、この組成式に合致する構造っていうことを引っ張ってくるわけなんですけど、そしてランク薄付けするわけなんですけれども、まあ、一番トップの組成式だけ、ちょっと解析するということで、右クリック、ここで、このパネル上で右クリックを押していただき、Show the structures、Search the structures っていうボタンを押していただくと、まあ、解析が始まって、最もらしい構造。まあ、この場合、このローカルのデータベースに、この組成式に合致する構造っていうものが3つ存在しましたと。で、どれが一番最もらしいですかっていうことで、一番トップの構造を提出してきましたけれども、まあ、これは、MGDG のまさに正解の16の3、18の3っていうものが出てきます。で、あとの3つはですね、まあ、こういう、まあ、これは、同じ、ですね、これは、同じではない、二重結合の位置が、何がちょっとこれのビューアーは遠くから
見て少し分かりませんので、多分これそうインチキーが違うので、ちょっと遠目に見すぎて後で宿題的に調べてみますけれども、MS ダイヤルってここの一瞬だけ勉強言い訳的に言いますね。この業界って、例えば、これとかって MGDG とかいう名前どこにもないんですけれども、例えば脂質性化学やってる人はこの構造を MGDG16 の3、18の3って、まあ、二重結合の位置が分かってる場合は 6Z とかホニャララホニャララつけ始めるんですけれども、でもケミストの場合はそんなことは全然言わなくて、まあこういう感じの名前をつける人もいます。で、そういう人によって違う、名前って変わるんです、ね。なので、要するにデータベース検索をするときは、この構造、一義的なハッシュキーっていうものを普通は作るんです。で、そういうものがインチキーと呼ばれまして、ここの、まあ27桁のハッシュ、ハイフンも含めた27桁のハッシュキーになります。で、最初の14桁がモレキュラースケルトンの情報で、次のこのハイフンからは、そのステロアイソマーの情報になります。なので、ここの最初の14桁で、まあ、質量分析が得意な、まあそういう普通のモレキュラースケルトン C とか H のリンクのリンケージの方法情報っていうものを表す。で、ステロアイソマーは苦手なのであんまりこれは使わないんですけれども、MS ファインダーって、この同じ最初の14桁の構造をデプリケートで持ってないんです。こういう感じで、これの構造とこれの構造は最初の14桁が違うので、ステロアイソマー以外の何かが違うんですけれども、ちょっとすみません。この自動描画ではどこが違うのかちょっと判別できませんで。で、なんでこんなにスコアが違うかっていう話なんですけれども、まあ、気泡があるものが多い方が最もらしさが上がるだろうということで、MS ファインダーってデータベーススコアっていうものを採用しているんですけれども、一番上のこの構造っていうものは、まあ様々な、セビーやフードデータベース、リピットマップスといったような、メタボロームの構造データベースに掲載されているのに対して、一方でこの2番目の、化合物っていうものはこの UNPD っていうナチュラルプロダクトのデータベースにしか掲載されていないっていうことで、そこを差別化されてスコアの違いに反映されているっていうような流れになります。はい。脱線しまくりましたが、まあ、それで MS ファインダーで構造に迫ることも実際にはできるというふうな話です。じゃあ、実際にですね、まあ、モレキュラースペクトラムネットワーキングっぽいことをやってみて、ちょっとまあ、ここにクエスチョンって書いてあるんですけれども、ここに、まあ、未知のマススペクトルの凝集体みたいなものがあるんですけど、こいつは何なのかっていうことを、まあ、ちょっとやってみたいと思います。で、ちょっと、MS ダイヤルに戻っていただいて、データビジュアライゼーションのモレキュラースペクトラムネットワーキングっていうものをクリックしてください。ここですね。データビジュアライゼーションのモレキュラースペクトラムネットワーキング。で、もうこのままランを押してください。もう押しちゃってください。もう一回再活になりますが、このデータビジュアライゼーションからモレキュラースペクトラムネットワーキングっていうことを選択してください。で、もうそのままランを押してください。はい。ですね。こんな感じのやつが出てきてくれてれば、まあよかったなっていうような感じなんですけれども。で、ちなみに、これサイトスケープ、JavaScript で書かれたサイトスケープを使っているんですけれども、毎回、これ結構ランダムに最初の初期値が設定されて、ネットワークが完全にしないんですね。どんな同じデータを読み込ませても。で、僕の場合、だから皆さんのコンピューターとこれでもしかしたら違うかもしれないんですけれども、なんか、多分これだと思います。この、僕の場合この紫がなんかこう、ありまして、黒が1個あってピンクが、これが、まあその講習会の資料に書かれているスポットだと思います。ちょっと確認してみますが、よいしょ。はい。604にフォーカス。
くださいね。まず、説明の都合上、ちょっと最初に自分でやってしまいます。はい。これ合ってる？合ってますね。ですね。で、さらに、これもちょっと先に確認してしまいますね。604。はい、合ってました。ですね。あ、やっぱこれでした、ね。はい、すいません。じゃあ今から、ここのクラスターは何たるやっていうことを、ちょっと、説明させていただきたいと思います。で、まず大前提として、こういうモレキュラースペクトラムネットワーキングでいいところっていうものは、こう、俯瞰したときに、まあ似たような MSMS を持つ、メタボライト由来のピークっていうものが集まってくれるというところが、まあ、まずは一番の利点です。で、脂質の場合とかは、まあ、それぞれの脂質クラスが色分けされて出てきますので、例えばこれ、もうわざわざ説明しませんが、この辺、緑って、ホスファジルコリンなんですね。MSDI のプログラムの設定上。で、ここに黒い点々があると思うんですけれども、これ、だから見ただけで、あ、こんなにホスファジルコリンが周りにいるんだから、これおそらくホスファジルコリンなんだろうなっていうことが、目で見てわかりますし、まあ、例えばここ、この茶色い色って、G ガラクトシル、G アシル、グリセロールっていう DGDG って呼ばれる脂質クラスなんですけど、そこに集まっている黒い甲羅もおそらく DGDG に属するんだろうなっていうふうな、ことで、まあ、どうして安納になっているかっていうのは、単純に MS ダイヤルのデフォルトのサーチャーに入っていない、例えばアシルキーを全部 MS ダイヤル考えてくれるわけじゃなくて、ある程度有名な脂肪酸を持っている脂質クラス、脂質しか、もうだからマニアックな、例えば奇数差で二重結合がすごい多いとか、そういうふうなものは基本的に最初ライブラリに組み込まれてないんですけれども、そういうものの可能性が高いっていったようなことが、目で見てわかると。で、例えば、全部黒いところは、なんか、それこそ、全部、あ、黒はアンノーンなんですけれども、黒が多いところで、でも繋がってるやつっていうものは、おそらく、例えば、可能性として新規の、脂質構造を持ったものが、何らか、見つかるんじゃないかっていう期待を寄せながら、アカデミアの研究者たちっていうのは、まあ、研究を進めるわけです。で、まあ、今回はここの、MSMS の、凝集体っていうものを解析させていただければと思うんですけれども、はい。ここの1個の604。これですね。ID604 で、保持時間 5.2 分で、M オーバー値 780.597 に、まあ、この1のムゼムなんですけれども、よいしょ。こいつに、こいつを MS ダイヤル上で見つけてください。で、これも Tips でちょっと、お示したいことがあって、はい、もう一回言いますが、604、同じパラメータ使ってる人はここに604って対応、タイプして、Enter でも押していただければ、ここにすぐ飛んでくれます。で、違うパラメータとか違うファイルネームでやったら、やってしまっている方は、その保持時間 5.2 分ぐらいで、M オーバー G で言うと 780.6 ぐらいの、ピークっていうものを、頑張って探してみてください。で、これもですね、クラミノマースレインハーディティをインポートしてないと、多分絶対ないです。なので、ちょっとインポートしていない人は、これ前をちょっと見ていただければと思います。はい。でですね。これ実は、MS ダイヤルのデフォルトのアウトプットで、without タグがついた PE のエーテル対リンクの PE っていう風に、アノテーションされています。ただ、without タグがついています。これって何かっていうと、MS2 はマッチするものがなかった場合に、MS ダイヤルって、その、MS1 だけでも似てたら、一応名前付けしてくれるんですね。なので、これはだから MSMS のシミュラリティは全くなかったけれども、とりあえず M オーバー G 的には、この PE の40の 0E っていうような脂質構造を持つ化合物と、
まあ一番程よく一致しますよって言ってくれてるだけで、ほぼほぼはアンノーンと何ら変わりしません。でもまあ、役に立つときはあるんですけれども、ほぼほぼアンノーンだと思ってください。で、モレキュラーネットワーキングで、これ紫色になってるから PE なのかっていうと、だから全部そうじゃなくて、間違えて、ウィズアウトタグ、だからここで、メタボライトのチェックを入れると、まあ、メタボライトネームが表示されるんですけど、全部ウィズアウトタグがついているので、これは、まあ、あんまり信用ならないアノテーションだったっていうことがわかることになります。で、さらに、植物の、プラント、植物界に属するんですけど、クラビノモナスって、エーテルリンクって報告されていないので、その時点でも、まあ、生物学をやってる人にとっては、なんかこれおかしいなっていうふうな話になります。で、じゃあこれって何なのっていうようなことで、MS ファインダーをもう一度立ち上げてみます。これをクリックすると、まあ、二度目 MS ファインダーが立ち上がっている場合は、もうそのまま送られるだけです。次のクエリーが、下に来てるかな？どっちだろう？これ、オーダリングがですね、最新のものの順番にならないので、2番目ですね。604番目の方。で、申し訳ないんですけれども、これも、アダクトタイプが M-H ではございません。これも M プラス擬算なんです。で、ですので、この M プラス擬算マイナス H っていうものを選んでください。で、選んだらダブルクリックしてみてください。で、一個だけヒットしました。で、それ以外はですね、これだけヒットしたんじゃない？まあ、こういうヒットになって、まあ、これ、もう正解を言うと、一番上が正解なんです。で、これに関して、ちょっとチェックボックスを外していただき、この一番上の C44H81NO7 っていうようなやつだけで、右クリックをこの辺で押して、Search the Structures っていうふうに検索していただけると、これは、ベタイン脂質と呼ばれる DGTS って呼ばれる脂質の N プラス擬酸マイナス H というものとしてアノテートされます。で、これ、僕、完全に僕の怠慢でございまして、DGTS はポジで見やすいので、ポジしか見ていなかったので、僕がライブラリー作るモチベーションで、ポジの DGTS のライブラリーしか準備していないので、メガではアノテーションされません。で、いつかの、なんか時が来たら、時間がある時にメガのマススペクトルでも探しに行くかっていうようなレベルでぐらいしか考えてなかったので、せっかくなのでこの講習会で DGTS のネガティブのマススペクトルってどこにいるんだろうっていうようなモチベーションで実はこの講習会の資料を作りました。で、これ先ほどの、こう、誰かがちょっと質問していたんですけれども、こう、アノテーションをやる上で、こう、アダクトタイプを見つけるためには、てか、未知の構造を決定する段階において、まずアダクトタイプの決定っていうものは、おそらく必須です。で、さらに、ポジティブイオンモードとネガティブイオンモード両方で何らかのアダクトタイプの形で検出されてないと、おそらくなかなか難しいです。で、なので、まずポジティブイオンモードとネガティブイオンモード両方のデータをちゃんと見て、同じ保持時間ぐらいで、例えばこれの場合、DGTS って M プラス H で出てくるんですけれども、ネガティブだと、擬酸暗網を使っている方は N プラス擬酸で、酢酸暗網を使っている方は N プラス酢酸で出てきて、M オーバー G のディファレンスとしては、例えばネガの場合は、44か。ポジティブの N プラス H の M オーバー G と比べて44高いところに DGTS のネガティブのピークが出てたら、これはこっちが N プラス H で、こっちが N プラス擬酸なんだな、とかいうような、マイニングができることになると。で、もし、じゃあここからちょっと、少しこれで振り落とされている方はいるかもしれませんが、最後まで行ってしまいます。まず。で、これで一旦、OK、OK。これは DGTS の
もう決まりですと。で、なんで決まりかっていうと、DGTS のポーラヘッドがあるって考えたときに、ここの693、これ M オーバー G は、最初780だったんですね。780からニュートラルロスして693っていうピークが強く出るっていうものは、ここですね。一番上に書いてあるように、これ、単純に引き算してあげると 87.07 ダルトンで、正確に組成式の帰属をしてあげると C4H7O2 っていうふうになってるんですけれども、これは、その、偽算のアダクトロスプラス、酢酸、偽算のアダクトロスプラス、ここに書いてある DGTS の、ここの脱炭酸ですね、が起これば、このニュートラルロスが出ます。で、これを、この2つをモットーに、あ、じゃあこの693っていうものは DGTS のネガティブイオンモードで検出される M プラス偽酸由来の MSMS 全てに共通して出てくるのかもしれないっていうふうなアイデアを持った場合に、ここの、じゃあ M オーバー、ニュートラルロス 87.まあ、ちょっと正確に言うと05を持っている MSMS として持っているピークって一体どれぐらいあるのかなっていうようなことを探索するために、多田くんの方で紹介していただきました、search、まあ、こういうファンクションがあるよっていう機能紹介なんですけど、search、MSMS フラグメントサーチャーっていうものを開いていただき、ここに先ほどの 87.05 で、トレランスは、まあ、だいたい 0.05 を入力してください。で、まあ、イオンアバンダスのカットオフとしては 10% ぐらいでいいと思います。で、search タイプで、ニュートラルロス。で、これはつまり、プリカーサーイオンから考えて 87.05、つまりこの693ぐらいを指しているんですけど、が、まあ、プリカーサーから考えてプラスマイナス 0.05 のマスのトレランスで検出されていて、かつ、リラティブアバンダンスで 10% 以上あるニュートラルロスを持つ、MSMS を持つ、ピークっていうものだけを探索してくださいっていう風な表示になります。で、これをサーチっていう風にしてあげて、ちょっとこれダブルクリックしたら、まあ、全体像に戻るんですけれども、これでユニークアイオンズっていうものをチェック入れてあげると、このサーチに引っかかってきた MSMS を持つプリカーサーイオンだけがここに表示されます。で、これ実際に全部こうクリックしていった、まあ当然ノイズも含まれるんですけど、このようにマイナス87のところに、これ、ところですね、ピークが MSMS のフラグメントイオンがあるやつが、網羅的にこのように見つけることができると。で、一回でもこれが DGTS って分かったら、おそらくここに出てくるピーク群ですね。は、どこ行った604。604がどっか行きましたが、これか。これが、つまり先ほどの MS ファインダーの解析で16の0、18の2だったと。16の0、18、2だった項の2ダルトン上の項っていうものは、おそらく二重結合が1個となくなった16の0、18の1っていうような可能性が高い。で、さらには2ダルトン低い項っていうものは、もう1個二重結合がどこかについた。で、正解を言っていくと、この小さいフラグメントイオンを見てあげると、どんな脂肪酸がついてるかはわかります。で、まあまあそういうことで、まあ慣れてきたらわかるし、さらにこの上の14ダルトン上っていうものは C が1個伸びたものなんだなっていうことが包括的にわかりますし、さらには、まあもう一回引いてみたときに、ここにちょっと分子量が200ほど小さい群体もこういうふうに出てきているわけなんですけれども、これはまあアシルキが1本なくなった俗に言うリゾ体、リゾの DGTS のフォームであるっていうことも
一問同じに分かると。で、ちょっとまとめになりますけれども、ここに、いざここでモレキュラースペクトルネットワーキングに戻ってあげると、まさに、ちょっと、まあ、いささかカットオフを敷いているので、全部がここに集まってくるっていうわけじゃないんですけれども、ちょっとポイントは、この604っていう子が1個分かれば、芋づる的に全部分かる可能性があるっていう機能法的なツールとして有用な方法であるっていうことで、さらにこれをうまく活用することで、特に資質っていうものや、さらには、アシル基のバラエティですね。二次代謝やってる人だったらグルコシノレートとか、あとはフラボノイドやってる人だったら配糖体の構造とか、いうやつも、こういうもので一網打尽に集めることができると。で、さらにそれが一個でも分かれば、拡張的にさっさっさってアノテーションが未知のやつでも進んでいくっていうようなことが、まあ、ある種、これのいいところかなっていうことで、私の実演の方を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。